はい、大家好、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ編第159回撮っていきたいと思います。さて、この地下都市というか古代都市のところまで来たわけですが、なんかね、さっきね、ここに古代人の人たちがいたんだけどさ、近づいたら2人とも消滅したんですよ。一緒にオープニング撮ろうと思って近づいたらふーって消滅しました。なんてことでしょう。この方も消える？あれ、消えない、消えないけど、あ、消えてしまった。みんな消えていく。ポリルリタ館長街、こんにちは。今回の最悪における社会的検知はアカデミアの研究結果を待つべきだ。彼らは消えない、彼らは消えない。なんか消えていくと、もうより虚しい、聞いてる、見てると。あれ、小さい人がいる。これが子供か。いや、まだでかいぞ。創造理論についてご教授願えますか。こっちの方喋らない。喋らない。あっちにも人が。ガイロを行く古代人さん。いや、あら、あなた一人？ダメよ、こんな時に家族のそばを離れては。今はまだ海の向こうの話だけれど、この星には異変が起き始めているの。皆が終末とかって呼んでいる未曾有の災厄よ。聞いた話によると、ある日突然大地が泣き出すんですって。それを聞いたあらゆる生き物は異変をきたし、私たちですら創造魔法を暴発させてしまう。そうなったらもう手の出しようがないわ。魔法は周囲に渦巻く恐怖や苦痛を絶え間なく具現化。隕石が降り、炎は盛り、異形の獣が産み落とされ続ける。そこには元凶も因果もないわ。ただ星が病にかかったかのように、あるいは生きるのを拒んでいるかのように、災厄は起き広がっている。このアーモロートだっていつ大地が泣いて災厄に飲まれることか。だから愛する人と離れてはダメ、離れてはダメよ。この人たちも生きてたんだな。消えてしまった。みんなもういない人なんだ。この思い出にすがって生きとるのは辛くないか。思い出だけしかないんだよね、きっと彼には。これ幻影で作ったってさ、この時間を取り戻せるわけじゃないんだけどな。エメトセルクさんは何をお考えだろう。入れる。扉が大きすぎる。気さくなアモロ市民さん。おや、こんな小さな子が人民弁論会に来るとは、殊勝な心がけだね。感心感心。ちっちゃい子だと思われてるのか。役人さんもいる。あ、普通に人もいる。おや、なんと可愛らしい子だ。子供じゃないんだけどな。人民弁論館の役人さん、
本日はどのようなご用件でしょうか。弁論記録の登録、引き出し、弁論室の借用願いなど、どうぞ何なりとお申し付けください。でもお申し付けできないな。なんかもう全部大きいね。人民弁論官の古大臣さん。いや、おやおや、今日は随分と可愛らしい幼子まで弁論をしに来ているね。一体何について語り合いたいのかな。ああ、最悪と14人委員会について知りたいんだね。これだけ騒がれていれば当然そうも思うだろう。14人委員会というのは人類のまとめ役でね、この星を運営するにあたって必要な決定を行う素晴らしい知恵と力を持った秩序の守護者だ。議長となるラハブレアや調停者エリディブスをはじめ、アログリフ、ミトロン、エメトセルクなど14の座があって、それぞれに選ばれし賢人が就任するんだ。あ、なんか役職的なものなんだねこれは。就任した者のことは敬意を称してついた座の名前で呼ぶのが伝統になっているね。じゃあ本名じゃないんだね。しかし最近例の災厄をめぐって14人委員会のうち1人が離脱するという噂が立っている。本当だとしたら異例の事態だよ。それほどにあの災厄をめぐる判断は難しいのだろうが、彼らなら必ず解決に導いてくれると私は信じているよ。解決できたらよかったのにね。悲しいな。でもちょっとさ、やっぱ近代っぽいんだよね。近代の建物っぽいんだよな。こういうとこあるもんね、別に普通に。それこそ国会議事堂みたいなさ作りじゃないか。ちょっと待って、マップをちょっとだけ開けたら、あれ、お話はできない。今日エーテライトのとこまで行きたいな。創造物管理局の役人さん、こちら創造物管理局です。お困りでしたらご案内いたしますが、迷ってしまったのなら戻った方がいいのではありませんか。迷ってはないです。人を探しています。熱心なアーモロード市民さん、君ここは初めてか。手続きがしたいのならのんびりと自分の番が来るのを待てばいいんだよ。イデア搬出担当の役人さん、こちらは創造物管理局のイデア搬出窓口です。ご希望の創造物のイデアを引き出すことが可能です。順番にお受けいたしますので少々お待ちください。イデア、なんだそれは。なんか聞いたことある単語だけど。創造物管理局の古大臣さん、ん？エメトセルクに会いたいだって。残念ながらここじゃ窓口違いかな。それにいくら子供のお願いでも今は難しいと思うよ。君だってこの星のあちこちで恐ろしい災厄が起こっているのは知っているだろう。彼ら14人委員会はその対策で忙しいのさ。まだ正式な発表があったわけじゃないけれど、災厄を鎮めるために星の意思を作るというかつてない規模の計画を立てているとか。ほら、私たちの得意とする
創造魔法の応用だよ。星全体を滑る究極の存在を作り出して秩序を再編するんだ。その規模の創造となるとさすがに簡単にはいかないし、最悪がここへ及ぶ前にイデアを確立する必要もある。だから面会はかなわないと思うよ。本当にこの一刻を争う状況なんだよね、きっと。だけど多分一般人にはもう何かできるレベルじゃないっていう感じなのかな。向こうの方がまだ空いてないのすごい気にかかるし、こっちも空いてないし。一回エーテライト開けたい。どうせ後から行けって言われるかな。ちょっとエーテライトが一刻も早く開けたくて。こんな広場みたいなとこなのに、マカデンサス広場、こんな広場みたいなとこなのになんか人が集まってるの。雄弁なアーモロード市民さん、いや君の話はいつも面白いな。おや、どうしたんだい、迷子になっちゃったのかな。あなたのことを教えてほしい。私はしがないアーモロード市民さ。こうして仲間と議論をしたり、創造魔法の研究をしたり、日々知の研鑽をしているよ。ここでは市民の誰しもが世界の創造の一端を担わなくてはならない。それはアーモロート市民だけに与えられた名誉ある義務なんだ。君はまだまだ小さいけれど、立派な市民になれるよう勉学に励むんだよ。ここはどんなところですか。君はよその都市から来たのかな。ここは世界でも最高峰の英知が集まる首都アーモロートだよ。最高議会の置かれているカピトル議事堂や学術機関アナイダアカデミア、人民管理局、都市機能の中枢管理は一括してここで行われているんだ。なるほど。とにかく多分世界トップの都市って感じだったんだろうね、ここが。人間をそれこそ管理できるみたいな。よし、エテライト交換。どうしようか、お気に入り登録しとこうか。温度をやめて、こここっちも入れる。乗り回しちゃうぞ。いける。市民管理局、これで私たちもアーモロート市民ね。あ、そうなんだ。ここでなんか受け付けてくれる雑貨屋さん、何が売ってるかな。なるほど、ギザールの野菜とかも売ってんだ。ほえー、人民管理局の受付、こちらでは住民登録などの手続きを承っております。あ、でも登録できない。修理屋さん、あ、修理するほどじゃないかな。修理屋さんがある、そんなと感じか。ここは他は人がいないね。なんか扉に見えるけど違うんだね。ただの模様だった。扉が大きすぎるんだよな。さすがに裏とかにはいけないか。これは ここまでの空間だね。これ報告したら割っとこうか。
と右から上がっても左から上がっても一緒だろうけど。ちょっと待ってよ。ちょ。普通に敵がいるんだけど。どうなってんだ。カプス。どうなってんだ。街じゃないのか。しかも真っ暗で、なんか真っ黒で怖いし。敵が。なんか某王国の心臓みたいなあの敵なんだけど。何か素敵なイデアをご存知？イデアってどういう意味だっけ？普段使わん言語だからさ。向こうも気になるけど、これ報告したら一回終わっておくか。新しいところ来ると時間の感覚が分かんなくなるよね。真ん中を通っちゃう。普通だったら知らない人がこの話してる人たちの真ん中を突っ切るって多いってなるよね。会話できない。どこだ、こうか。あ、アリゼちゃん、私も今戻ってきたところよ。どこでも小さな子供扱いされたけれど、おかげで話は聞きやすかったわ。君たち二人は小さな、いや、ま、子供、いや大人と子供の間ぐらいなのかな。アルニョ君、シャンメイ、古代人たちと話してきて確信したよ。やはりこれは彼らが終わりを迎える前の。私にはエメトセルクがどんな思い、あるいは謀略でアーモロートを再現したのか判断がつかない。ただ彼の言っていたアシエンを知れという言葉がこの海の底にとめどなく響いている。そんな気がしてならないんだ。悲しい。スキルスピードでも上げとくか。コンプリート。この間アリゼちゃんのセリフは変わりませんね。というわけで今回はここまでにしておこうか。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。